こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出を始めましょう。日本人なら自力で稼ぐスキルが必要です。日本人が安心して長生きするためには自分で稼ぐ力をつける必要があります。年金、年金もらえるなんて誰が言ったと。えー、私は今50歳ですけど、私が年金をもらえる 年齢になったらね年金をもらって暮らしていけると、思ってたけど、年金じゃ暮らせないじゃないか、そういう不満は続出すると思います。まあ、その時には、おそらくえ年金年金で暮らせるなんて誰が言ったと、まあ、そういう多分論調になってる、まあ、そういう制度になってるというのはね、まあ、ほぼ確定路線です。まあ、そんなまあ、日本。 老人増える、働く人減る、人口減る、かなり先行き暗いんですけど、ただ、輸出ビジネスに目を向ければ、日本には儲かる商品はいくらでもあると。何しろね、景気がずっと悪いんで、物はすごい、品質の割合安いというのがたくさんあります。で、この写真はね、オーストラリアのメルボルンの FBS 倉庫に行った時の写真です。で、現在、オーストラリアアアマゾン。 シドニーに倉庫を作りました人口は少ないですオーストラリア、えー、3000万人ぐらいでも購買力は旺盛ですシドニーで暮らしてた私はオーストラリア人の豊かさあるいは金遣いの荒さが分かりますしかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎていますこれはボクシングデーの盛況予測というね、えー、なんと ボクシングで1日だけで、売り上げは2000億円になるという記事です。そして、えー、とうとうオーストラリアは、えー、スイスを抜いて世界一の金持ちになりました、ね。オーストラリア人が世界で一番金を持ってる、世界で一番金を使っているわけです。まあ、それを裏付けるようにね、オーストラリアの都市は、まあ、どこもこうクルーザー、えー、並んでます、ねで。年収1000万以下でもクルーザーを持つ人は結構います。 何しろね、年収低くてもね、えー、不動産と、あと株が上がってますんで、別に貯金して将来備えようというような人はいないです。そしてプール付きの家。ね、えー、プール付きの家、シドニー。寒くていつプール入るんだって感じなんですけど、プール付きの家たくさんあります。超、まあ、がつかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にあると。何しろ過去27年間、景気後退したことがないオーストラリア。 ね、過去27年間不景気しか知らない日本とは消費マインドが違いますですのでね日本でこの、えー、安く手に入る安いも何も1600円で手に入る、えー、プラモデルのパーツこれが110ドルで売れてます、ねまあ、オーストラリアで販売するなら日本の価格の5倍以上の値段で売れる商品がいくらでもありますオーストラリアアアマゾン輸出は今すぐ始めた方がいいです 今すぐにオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき理由は5つ。1番、アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者はなかなか売れません。取引実績がある出品者は出品可能。しかし、新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。2番、 はじめの頃は、間違えた商品を扱っても多めに見られます、えー。もう慣れて、慣れてきちゃったというか、出品者がある程度揃ってきた後に間違えた商品を売ったら退場。今のうちなら、えー、間違えた商品を売っても多めに見てもらえます。3番。12月26日のボクシングデーまであと2ヶ月。先ほどの1日で2000億売り上げるボクシングデーまであと2ヶ月。1年で一番の稼ぎ時、チャンスをものにしましょう。4番。 9月にオーストラリア最大の都市シドニー物流センターが稼働しました。5番、今月10月ですね、食品の扱いを開始しました。つまり、シドニーの人が買い物をすごくしやすくなった。ねえー、シドニー物流センター稼働したんで2日で届きます、シドニーの人も。で 食品の扱いを開始しましたんで、今までみたくね、えー、欲しいものがあった時に見るとき、たまにしか見なかったのが、逆に食品っていうのはね、えー、毎日、あるいは毎週見るのが自然ですから、Amazon、えー、を使ったことある人が、Amazon を訪れる確率がぐんと上がったと。まあ、オーストラリアアマゾンは、まはあ、これからどんどん売れやすくなっていきます。